ん赤点の人。はっ。事実だろ何してんの本読んでる。いや、勉強しろよ。来週再試じゃなかったまた赤点取ったら、進級できないぞ。 すまんない。勉強かそれは、勉強の仕方が悪いんだっての。お前みたいな奴は、ちゃんと基礎も学んでないくせに、いきなり難しい問題解こうとするから、そうなるんだよ。あのな、 お前、授業中寝てんだろ。ギクじゃねえわ、バカ。知ってるよ。なんてったって席が隣だからな。まあ、器用に頬杖ついて寝てるみたいだけど、こっちは、お前の寝息までバッチシ聞いてるから。<laughs> 寝てるお前が悪い。ん俺俺はテストは完璧。もう次回のテスト範囲の予習まで始めてるぞ。ああ、ひがむなひがむな。日々の努力の違いだよ。はあく。 相変わらず生意気だな。お前、勉強する気あんのだと思ったよ。お前さえよかったらさ、うちで、勉強する。一緒に。今から、 別に、なんか気が向いたわ。俺は別にいいよ。たまにはインプットだけじゃなくて、アウトプットも必要だしな。あ、金取らねえわ。ま、もらってもいいんですけど。今回は、お試しということで。 特別な。おし。じゃあ、荷物まとめてさっさと帰ろうぜ。てか、何読んでんのそれ。漫画かよしれっと学校に持ってくんなよ。そういう問題じゃないっての。あと、俺ん家では絶対に寝るなよ。 当たり前だ、バカはいじゃあ教科書開いてんいいよ教科書だけでお前赤ペンとか持ってる バカにしてないわ。お前ならあり得ると思って。<laughs> うん。じゃあ机の上出しといて。使うから。ああ。あは服かけといていいよ。おし。じゃあやるか。あ。なんだよ。落ち着かないの そわそわすんなよ。別に変なもんは特に置いてないだろう。てか、そこじゃ教えづらいから、もっとこっち来いよ。いいから来いって。悪いな、テーブル狭くて。おい、うん、詰めて。ふぅ。 じゃあ、まずは、33ページの、うん。最初、ここな。ここはね、一番基礎のとこかな。今回の範囲だと。さすがに見たことはある。ああ、よかった。なかったらどうしようかと思ったぞ。うん。 じゃあ、復習がてら、もう一回説明し直すから。ちゃんと聞いとけよ。その後で、実際に問題も解くから。わかった。多分、ここさえ理解できたら、ワンチャン、赤点回避分くらいはあるかもしんない。<laughs> やる気出た。 よし、やろう。はぁ、あ。とりあえず、鬼門の数学はこんなもんだろう。最後の方は、補助なしでも解けてたみたいだし。テストまでに忘れないように、家でもちゃんと復習しろよ。<laughs> えらいじゃん。てか、お前途中からさ、ずっと顔赤くなかったなんで部屋暑い大丈夫ああ、そう。にしても <laughs>、俺とお前がこんな風に勉強してるなんて、 他の奴が聞いたら驚くんじゃねふふ。<laughs> そうだよな。お世辞でも仲がいいとは言えなかったし。まあ、でも。俺はお前のこと嫌いじゃないよ。むしろ一緒にいたり喋ったりすると落ち着くし。 落ち着きすぎて、たまにひどいこと言っちゃうときもあるけど。お前は俺といてどう嫌じゃない。お。<laughs> ああ、そう。ならよかった。 な、なんだよ。え今日はもう帰るおうん、わかった。気をつけて帰れよ。今度、他の教科も教えるから。いつでも来いよ。